はいいじゃよろししくお願いしますえ今回は高校受験対策の文章題シリーズ第8弾やっていきましょうで問題2問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよ にょっはおこの子もうちょっと微調整よし。じゃあやっていきましょう。で、今回は博物館の入館料に関するまあ、問題ですね。で、まあ、文章題がまあ、文章問題なのでまあ当たり前なんですけど、文章がたくさん書いてあることが多いので、情報の整理っていうところが非常に大事になります。何が何を問われててどういう問題なのかっていう掴む必要があるんですね。 で今回、まあ、一応読んでみましょう、えっと。ある博物館の入館料、小学生が260円、中高生、両方410円、大人が760円です。なので、こうやって表にしてあります。これ実際解くときも、まあ、こんなしっかり定規とかぜ、定規使ってないけど、定規とか使わんけど、書きます。情報を整理したいんで、自分もねやるときは。で、えっと、入館者数を調べていったら、中学生と高校生の合計が、 小学生のの入,入館者数の2倍になってる、まあ、絶対ここで式作るだろうなってまず思うわけです。でもう1個大人の入館者数、ね、入館数入館数って書いてあった入館者数は小中高の合計より100人少ない、まあ、ここも式作るようなって、まあ、使うようなって思うわけです。でこの日の小学生の入館者数が x 大人が y とした時に求めなさいとだから、まあ、この表で言うと。 小学生が、X、と置けとで大人を、y、と置けとこう言ってますで1番この日の総入感者数つまり全部ねを X y を用いて表しなさいとつまりここですこの部分そうだからね全部の人数置きなさいだから何が困るって中高が分からんのよね中高じゃあ中高どとか置けないかなって考えた時に使うのがこいつなわけです こいつで今回ちょっとありがたいのが中学生と高校生入館料が一緒なんですよね410円だからこれ一塊でで考えてもいけけるなと思うわけですつまり中学生と高校生それぞれ1個ずつは分からないんだけれども中学生と高校生の合計これを一塊で考えますまあ四角にしときましょうこれ一塊ね合計は合計は 小学生の2倍です小学生 X 人でしょそれの2倍だから 2×、X、で2、X、なわけですつまり中学生と高校生の合計ってここですこの部分これが2、X、と置けるだからひと塊にしちゃってここを2、X、ってしちゃおうぜって言ってるんですで今は人数だけの話をしてるのでじゃあ総入感者数ここ全部だよね x たす +2+y をすればいいから1番に関しては一応書こうか x 2x ププラス x プラスス y もちろん答えこれ書いちゃダメだよ計算できるから 3x プラス y これが答えです一応単位を書くなら2んですねこういうふうになりますこれだけなの1番に関してはねで2番がちょっと厄介ですね で何が厄介かっていうと、えー、お土産の話が出てきます。違うね、数字が出てくる。で、この博物館、1個550円のお土産を売ってます。何でしょうかね、食べ物かわからないですけど、550円です。で、挿入感謝数、つまりこれね、全部の8割の人が購入しました。いいこれの人数の8割、すごいね、結構な人数よ。8割がお土産を買ったと。で、この後です。 この日の挿入館者の入館料。つまり、博物館に入るために払ったお金の全部と、今言ったお土産の売り上げ。お土産ね。の売り上げを合わせた金額が15万円でしたと。でもお土産を2個以上買った人はいなかった。だからそういうめんどくさいことは考えなくていいよっていう話。じゃあ、その時 X と Y の値を求めようって話。で、今回は X と Y2 つね、求めたいので、連立方程式です。 2 2個のの値を求めたたかったら2つつ式が必要になります3つ例えば X y Z、XYZ3 つの文字を全部求めたかったら基本的に3つの式が必要になります。いいかなまあ中学で3つはないけどね。2つだけど、基本的に。なので、2つ式を作ろうと。で、今読み上げたやつね、その合計15万円っていうのも式になるんだけど、ちょっとめんどくさいので、まずこっちからです。やってなかったからね。今、大人の入管者数。 は大人って Y でしょつまり Y はもうこの和はそのまま和って日本語で置き換えちゃっていいから Y は小中高の合計より100人少ないんです小中高の合計って小中高 3x だよね 3x より100人少ないんだから引き算しようぜってもうこれだけで式1個完成よそうこれだけなのだからあと1個さっき言ったやつね じゃあまず挿入かごめん挿入官者の言いにくい入管料いこうか入管料ね入管料はまあ基本的にお金です例えば260円小学生ねそれが x にいたらいくら払ってるってもう 260x だよね掛け算するから入ってるかな大丈夫ねでここはねさっき最初に言ったけど同じ値段になってるからもう同じにしちゃえばいいねつまり410円を 2x に払ってるから 410×2x です で、これやると 820x で760円 y 人だから掛け算して 760y とこれが入館料です入館料ねまあ一応足しておきましょう足すと、えー、1080かここね足すの 1080x、えー、プラス、えー、760y とこれが入館料ねこれとお土産ですこっちですここがポイントになってる ま、あ多数もね、まず入館料と足したいんで、お土産行きましょう。で、もう一回戻ります。お土産は1個550円です。で、挿入館者数の8割の人が買ってます。例えばよ、例えば、挿入館、<laughs> 全員って言おう。全員の、全員が550円買ったとします。全員ね。その場合だったら、もう、これ、あ、<laughs> ごめんなさい。ここいじっちゃダメだね。早送りした人が、なんだってなっちゃうから、ここちょっといじるのやめるわ。 汚くなったごめんよいしょもしこれ全員が買ってたらこの人数が550円払ってるからまあこう計算するわけよ。本当はね。でも今これの8割なんだよね8割。でこれをどうするかっていうと「ホニゃララの8割」とやりたかったらこれこいつの8割なので。 結論から言うと、これをかけます。これ。ポイントとして、まあちょいちょいね、出てきますけど。割っていうのは、そのまま式で使うことができません。割は、例えば一割ね。割は十分、一割とあれだな、わかりにくいから、三にしよう。三割だったら、十分のをつけることによって、式で使うことができます。 で、えっと、割が分かりにくい人はパーセントの方がね分かりやすい方が結構多いので1割って10なのよだから3割って30%と一緒なのねこれ覚えてね1割と10ー一緒だからでパーセントを式で使う時は絶対に100分のをつけなきゃいけない100分のをつけることによって式で使うことができますだ結局これ100分の30だから約分して10分の3で同じになるんだよね こうやって、割は10分の、パーセントは100分のをつけることによって式を使えるんです。で、今、8割でしょこいつの8割って言いたいから、こいつに10分の8をかければ、そうやって変えることができる。全体の8割ってね。で、今、この人数が550円買ったって言ってる。だから、これに550円。これが今人数だから。8割の人数。 人数が550円買ったよねって言ってこれで終了、まあ、終了とかつ,つけるけどね入館者数あ,、まあ入館料とお土産代を足したら、えー、15万これでかいなはいこれが2つ目の式ですこいつとこいつ式完成したのでこれを連立方程式で解けばあとは終了丁寧に頑張ろう でこれはですねえっと自分だったらね何するかっていうとまず分数は嫌です分数は嫌いなんでだからここを消しに行こうと思いますでまずまあどっちからでもいいけどここ10とまあ55010で約分してこうなろっかでその後に8けて5 5をしましたそうするとここ440になります消しとくねこうなるで、そうするとさ今ここ足し算あるからあのこうってやつパーツね で言うと、ここって掛け算でつながってるから今一塊塊ねこうで言うとつまりはこういうふうによく見ると全部0があるんよ1080の0760の0440の0と0ある <laughs> ねだから全体を自分が10で切るっていうんだけど10切りする10で割るってことそうすると全部一気に単位が1個下げられますこうやって。 どどんどん下げてたらやりやりすいからねそうすると書き直すと 108x プラス 76y まで下がるでここも44を括弧に配ればいいんだよね44を配ればいいだから 44×3 すると,、えー、と 132x44 配るから 44y で15万だったのも1万5,000に下がってくれます。 で x 同士計算するとこれがねうまくできてて 240xy 120y も120 y なんだよねこの数字見た時にあ両っ120で割れるでしょ1 2 2かけたら2 4 0だもんだからあ全体120で割れたらめっちゃ少なくなるってで1万5,000はねあ結果として割れるんだけどもし気づかなかったら筆算やってみてもいいよねで120で全体を割ると 2x ると。 X プラス Y イコールこれがえーと125かここまでちっちゃくなるきれいになるんだよねだからこいつとこいつをあと連立方程式で解いていきますでまあ代入法でいいかな加減でもどっちでもいいけど y イコールにせっかくなってるからこの y のところにこいつを代入しましょうちょっと書く幅はないんでこっちに行きますね 2X で y のとこにこれをそのまま代入します一応カッコつけて代入しておきましょうで125で整理すると 5x イコール225となるので x イコール45と出てきますねであとは x がこっちのは楽だねここの x に45五代入すると 3×45 はえーっと135かだから y は35って出るので 答え x イコール。四十五 y。入らないよね。くそ、閉まらなかった。バシッと決めたかったぜ。ちょっと下行くわ。x イコール。四十五。y イコール。三十五と。なって、これでもういいもん、下げるし。 ごめんなさい <laughs> これで終了とななりますなので、まあ、今回のポイントとしてはやっぱりこうやって表にちゃんとまとめるまあもちろんねまとめなくてできる方はいいんだよ時間かかるから書か,かなくていいんだけどこうやってまとめることによって何をすべきなのかはかなり可視化される見てわかるようになるからもしねこういう文章問題頭ごちゃごちゃになって訳わ,わからんってなる方は一回まとめてみましょうで落ち着いてやってみてください。 で、えー、と2番に関してはちょっとねここが扱いにくいですやりにくいとは思うんですけど割とパーセントは割だったら10分のパーセントだったら100分のをつけることによって式に使うことができるこれは覚えておいた方がいいこの問題ができるかどうかっていう問題じゃなくてもっと簡単な割とかパーセントの問題ができるようになっておいてくださいいいかなぜひ後で復習してもらって自分の力で、えー、と解けるようになってもらえたらと思います では今回はね高校受験対策の文章題シリーズ第8弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました